とことんとこいとうとアシスタントのくちゃです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は5月の11日水曜日になりますよ。今日も朝からやっていきますよ。ラザリアンアラルイエーイ。もうダメだと思っていたバラが復活してくると嬉しくなることがあるある。はい、皆さんありませんか？もう鉄砲虫にやられてもうダメだと思ってたバラの復活劇、本当に感動しますよね。今回あの7人の侍バラ YouTuber の皆さんで育てているノーブル社員、僕のノーブル社員は前回の動画でカミキリムシの幼虫鉄砲虫にやられても瀕死の状態、もう僕はダメかな終わりかなと思ってたんですけども、すごいことになっております。我が家のノーブル社員頑張っておりますよ。そちらの様子皆さんに今日はご覧いただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。あとは香りのバラも咲いておりますので、最後楽しんで終わっていこうと思いますので、本日も最後までよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、皆さん、こちら7人の侍のノーブル社員、無残にもカミキリムシの幼虫鉄砲虫にやられて、こうして株元穴を開けられてしまってるんですけども、皆さんご覧ください。こちらベーサルシュートを出してくれてるんです。立派なベーサルシュートが展開してきておりますよ。しかもこうして花まで咲かせてくれてるんです。いかがでしょうか。一輪、二輪、そしてこちらにも三輪、四輪。はい、このストローガード、これはバラゾムシにやられないためにこうしてストローでガードしておりますけれども、頑張ってこうして開花してくれましたよ。本当にありがたいです。ちょっと株が弱っているので手嫌いして咲かせるのはやめようかなと思ったんですけども、ちょっと今回は頑張って咲かせてみましたよ。それでもこうしてけなげにベーサルシュート、そしてこちら新しい新芽も展開してくれておりますよ。はい、こちらはオオシロオビクロハバチにやられてしまっているかわいそうな葉っぱですけども、もう退治済みです。もう一匹もいません。無農薬栽培ではこういう地道な作業の積み重ねですね。もうこうして穴開けられてしまった葉っぱでも光合成にはきちっと参加しておりますので、害虫を退治して、そしてこうやって残しておりますよ。よーし、頑張って咲いてくれたね。うん、このベーサルシュートも本当に楽しみです。大切にしていってあげようと思います。さあ、どうかな、くーちゃん。このいやいや、ノーブル社員の香りはどうかな。うん、うっすらと D の香りがしますね。そんなに香りが強い子ではありませんけども、うん、そうだね、うっすらと爽やかな香りがするね。そうだね、くーちゃん、うん、綺麗に咲いてくれましたよ。病害虫にも負けずに、本当に感動します。ごめんね、カミキリムシに守ってあげられなくて。でもよく頑張ったよね。うん、これからはこの大事なベーサルシュート守っていこうと思います。こうしてウルオンプランターに植わっておりますので、
調子が回復してきたのでしょうか。なかなか楽しみです。こんな感じでウルワンプランターに植え付けてありますよ。はい、ではバラの香り楽しんでいきましょう。こちらのピエドロンサールですね。皆さん大好きなピエドロンサールも咲き始めましたよ。香りはピエールはそんなに強くないですけども、あーうちの子は爽やかないい香りがしますよ。はい、ピエールは基本美化と表記ありますけどもね、クーちゃんいい香りだよね。トコさん爽やかでいい香りがするねいい香りがします。はい、こちらはアンドレですね。始まりだしました。まだそんなに咲いてませんけど、はあ、爽やかでいい香りがします。はい、そしてこちら、あっちにあるヒューリクソン、たくさん咲いてくれておりますよ。ヒューリクソンの香りはいかがでしょうか。はあ、もう爽やかでいい香りなんです。この子爽やか6、甘さが9といったところでしょうか。とってもどの子もいい香りがしますよ。たくさん咲いてくれておりますよ。うん、あー最高だねくーちゃん。うん、最高最高。この上にはローズポンパドゥールが咲いてくれております。あーもうだいぶ熟成されております。熟成バラ最高だね。うん、最高最高。あーとってもフルーティーな良い香りがしますよ。 ありがたいです。うん、どの子もいい香りです。はあ、特にこれぐらいの子がいい香りを放ちますよね。はあ、大満足です。はい、クリスティアナも始まりだしましたよ。はあ、爽やかでいい香りがします。爽やかで甘いねトコさんそうだね。はい、はい、それからこちらですね。こちらはシャーンテロゼミサトです。とても良い香りがしますよ。甘くてスパイシー、あーたまりません。朝からこのバラの香りを楽しんで出勤って最高の幸せですよね。とってもいい香りです。こちらはクロードモネですね。ちょっとずつ始まりだしましたよ。あーうっすらですが甘い香りがします。あー開花が楽しみですね。はい、それからこちらももかいい感じに咲いておりますよね、くーちゃん。あー来た来た、このフルーティーで甘い香りが来ましたよ。あーふわふわしますね。最高だねとこさん。今日はセンチメンタルも頑張って咲いてくれました。同じ絞りのバラですけども、先ほどのクロードモネとは違った感じですよね。香りはあーとっても爽やかでいい香りです。爽やか、爽やかで言うとこちらトットちゃんも負けておりませんよ。あーとトットちゃんも最高に爽やかです。いいね。はい、それからマイローズも始まりだしました。マイローズの香りはそんなに強く香りませんけども、うっすらと
ティーの甘い香りがします。そしてこちらですね、こちらのルイスキャロル。ルイスキャロルはどうでしょうか。あー、ルイスキャロルは本当にダマスクに確かにハーブのいい香りがしますよ。はー、最高です。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。こちらのノーブル社員本当に頑張ってくれましたよね。こんなカミキリムシの幼虫、鉄砲虫に入られてもこうしてたくましくベーサルシュートを出してくれるんですね。本当にけなげで可愛い子です。これからも慎重に守っていってあげようと思いました。ではでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうねー。また見てねー。文化秋冬朝昼晩花咲けバラ、開花バカ。はい、これが分かった方は相当の花がっぱ好き。